新しい技を発表しますので、そちらの方をご注目ください。はい、オーフスの世界選手権ではゆかで銀メダル、2005年のメルボルンの世界選手権でゆか金メダル、これがブラジル男子初めての金メダルでした。前回大会に続く連覇を狙うイポリト、その注目の1コース目、一歩出ましたがしっかり決めてきました。はい、後ろ飛びひねり前方伸身2回宙返り1回ひねりという技になります。おそらくイポリトという名前がつくことになるんでしょう。そうですね、そしてここからもイポリトの持ち味、20歳のイポリト、ここまでどうでしょう。そうですね、2コース目3コース目と難しい連続の宙返りを決めてくれましたので、世界選手権とは少し構成を変えて A スコアを上げてこのワールドカップファイナルに臨んでいるイポリトです。さあ歓声を受けてフィニッシュに向かいます。最後はおそらく E 難度、抱え込みの新月面決めてきました。ブラジルのディエゴ・イポリト、地元で最初の演技者でしたが素晴らしい演技を見せました。はい、最後のコースで後方抱え込み2回宙返り2回ひねりという技をするということはものすごく体力がいるんですけども、見事に決めましたね。ここは途中のシリーズになりますが、この辺りもイポリト非常に持ち味なんですね。そうですね、ここの部分は4回の宙返りを連続してますけども、世界ではなかなか4回の宙返りを連続させて成功させるという選手がいませんので、見事に決めてくれました。そしてここはこれ最初の審議ですね、新しい技。はい、はい、これは2コース目ですね。今回はこのゆかと跳馬にもエントリーしているディエゴ・イポリト、お姉さんのダニエレさんも活躍をしていて非常に地元でも人気のある兄弟です。そして最後に抱え込みの2回宙返り2回ひねり、素晴らしいですね。はい、得点が出て 16.050、 素晴らしい得点。